こんにちは。あれ、元気ないね。どうしたの？ああ、そうか。確かに。ここに監禁してからは、もうだいぶ長い時間が経ったからね。道理で、飢えた顔をしてると思った。ん？そろそろご飯食べたい？お嬢様。あんた金持ちだから、飯に困った経験なんてないだろう。僕なんかは小さい頃から家族もいなくてさ、毎日毎日お腹ペコペコな日々を過ごしていたから。君みたいな温室育ちには腹が立つんだよね。まあいいや。君のおかげで、今日から僕はお金持ち。なんてったって、君の家の財産、すべてが僕のものになるんだから。さあ、早くここにサインだけしてもらえるかな。殺さないよ。書いたら殺さない。約束するよ。僕が嘘つくような人間に見える？あ？誰だ？おい、開けろ！おい！まったく、ようやく突き止めたってのに。おい！お嬢様中にいるんだろ？抵抗したって無駄だぞ。早く出てこい！あ、屋敷に勤めて5年。まさか拉致されたお嬢様の救出なんて、こんな面倒なこと任されるようになるとはな。仕方ない。こうなったら、ドア蹴破ってやる！ああ、なんだ。あんたんとこのバカ執事か。何の用だい？そこから一歩でも動いたら、この拳銃で、大好きなお嬢様の頭が吹き飛んじゃうよ。拳銃持ってやがる。ああ、めんどくせえ。なあ、お嬢様、怪我ありませんか？あ、それはよかった。これ終わったらボーナスあげてくださいよ。ああ、おいお前、屋敷の財産が狙いなのか？ああ、当たり前でしょう。誰が好き好んでこんなわがままそうな小娘をさらうかよ。世の中金だ金。お前みたいな温室育ちの執事にも絶対わからないだろうけど。あ、そんなことないさ。金に困ってるのは俺だって一緒だ。だからといって、やっていいことと悪いことが、ほら、一応あるだろう。何にせよ、お前はもうおしまいだ。そろそろ他の屋敷の者も到着する。面倒なことを。おいお前、金に困ってるならさ、俺と財産を山分けってのでどうだ？お前が屋敷の連中を追い払ってさえくれたら、今すぐに3割分の財産贈与を確約してやる。3割？ 3 割か。なんすか、お嬢様。あ、やべ、別に、揺らいでるわけじゃないですけど。まあ、そうだな。
おい、あんまし執事を舐めるなよ。五割でどうだ。なんだよ、思ったより気が合うじゃん。ほら、今日は祝勝会だよ。じゃんじゃん飲みなよ。おお、今日はビール行かせていただきます。うわ、お金持ち記念。いや、お前も思ったよりいいやつだな、おい。どうしました、お嬢様。そんな絶望した顔して。さては、一緒に飲みたいんですか？ふぅ、疲れてたせいかすぐ酔ってきちゃった。あんた、早くサインしてよ。さっさとサインしてくれたら、お前なんて用済みなんだからさ。お嬢様、私ずっと屋敷の金払いの悪さにはうんざりしてたんです。だから、裏切ったなんて思わないでください。世の中こういうものですから。相変わらず可愛い顔しちゃって。主従関係のなくなった今となっては、生意気な小娘でしかありませんが、財産さえいただけたら悪いようにはしません。今度は私が、お嬢様をペットにしてあげる。はあ、やったし、そろそろ寝ないとだな。おいお嬢様、あんた、俺の抱き枕になれよ。どうせサインもできない雑魚なんだから。あったかい。こりゃ最高の抱き枕だな。お嬢様、私も眠くなってきた。こんな時間まで言うことを聞けないなんて、相変わらず強情な人ですね。ちゃんと言うこと聞いてれば助けてあげるのに。でも、明日の朝にはさすがに書いてもらわないと。僕だって忙しいんだから。絶対に書かない？相変わらず立場が分かってないみたいだ。執事さん、なんとかしてやってよ。まあ、お嬢様はまだパニック状態なんだ。焦らずじっくり、この監禁生活で心を削っていけばいいさ。いつまで耐えられますかね。かからってのは案外脆いものだから。そして僕は人が壊れる瞬間が大好き。屋敷で溜まったストレスは全部あなたで解消させてもらいますよ。君が頭を下げてでもお金を払いたくなる生活が明日から始まる。楽しい楽しい。三人での同棲生活といきましょう。